はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の果物太郎についてですね。作詞は奥原さん、作曲はベアグラウンドさんとなっていますね。この曲月歌だったんですが、ミュージッククリップの出来がすごい良かったんですよね。なのでファミリーコンサートでもちょっと期待して待っていたんですが、皆さん衣装が普通でちょっと残念でしたね。私はいろんな衣装を着て出てくるのを楽しみにしていたんですが、皆さんはどうでしたか？はい、今日はお母さんと一緒の果物太郎についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。